皆さんこんにちは、コウキです。本日はですね、ロサンゼルスアパレルのロンティーを紹介させていただきます。で、今回紹介するこのロサンゼルスアパレルのロンティーなんですけど、以前ね、半袖のロサンゼルスアパレル紹介したと思うんですけど、この半袖が結構ね、ヘビロテしててかなり良かったので、で今回はね、ロンティーも買っちゃおうってことで購入してみました。で、一回着てみました。着てみたらサイズ感めちゃめちゃ良かったんですよね。あとはね、安定の首の詰まり具合だったりとか生地感も結構良かったので、この後細かく紹介させていただきます。でまずはじめにね、半袖のロサンゼルスアパレルの時もブランドとかの説明はしたんだけど、もう一回軽く紹介させていただきますね。でロサンゼルスアパレルがですね、もともとアメリカンアパレルの創業者のダウ・チャーニーが創設したのがロサンゼルスアパレルになっております。でブランドコンセプトがですね、アメリカ国内の製造をサポートするために製品に使う糸の半分以上をアメリカ産で賄うなど、国内産にこだわっているブランドになっております。ブランドコンセプトはね、サクッと紹介させていただいたんだけど、国内の製造をサポートするだったりとか、国内のアメリカの糸を半分以上使っているってめちゃめちゃいいよね。やっぱアメカジ好きからすると、そういったところのこだわってるポイントだったり、サポートするとかっていうところって結構惹かれるポイントだなと自分は感じました。ブランドコンセプトとかも結構好きなんだけど、続いてね、このロンティーの生地感とかを紹介させていただきます。で素材が 6.5 オンスになっております。で素材はメイドイン US 製のものになっております。でサイズは XL を購入しました。まあ、それでは早速ちょっと着てみようかなと思います。ちょっと待っててね。はい、着てみました。着てみるとね、6.5 オンスの生地なんだけど、まあ、厚すぎず薄すぎずっていう、すごい着やすい素材ですね。自分はね、半袖を夏場すごい着てたんだけど、この生地感がすごいね、自分の中でいいなって思っております。なんでいいかっていうとさ、厚すぎるとゴワゴワしちゃって着づらかったりするっていう時もあるし、やっぱちょっとしなやかに綺麗に着たいなっていう時とかは、このロサンゼルスアパレル 6.5 オンスっていうのがすごいいいなって思いました。まあね、ヘビーオンスの T シャツも好きなんだけど、この生地感が最近の気分ではあります。でその他にはね、やっぱりこのメイドイン US 製っていうところに惹かれるよね。糸を半分以上使ってるっていうところで、メイドイン US 製、製法もメイドイン US 製なのかな。メイドイン US 製って聞くとさ、なんかすごいしっかりしてるんじゃねえかなって思ったりするよね。このタグのところを見てもらうとすごい面白くて、タグに、あ、ごめん、これ半袖なんだけど、ロンティーと一緒だから、半袖の方で見せちゃうね。このタグのところにさ、人の顔が映ってるんだよ。なんでプリントされてるかっていうところが、これはね、製造者の顔がプリントされてるんだって。それもさ、やっぱ国内の製造をサポートするっていうくらいだから、そういったところでこの製造者の顔を映してるっていうところも、まあすごい愛を感じるなって思いました。まあこういったところ、すごい自分は好きですね。続いてね、シルエット紹介させていただきます。さあ行くぞ。シルエットが、首は見てもらっている通り結構詰まっている感じですね。この詰まっている感じも、まあ、ストリートっぽい着こなしもいいし、アメリカ人にも合うなっていうところ。他にはジャケットスタイルにもマッチするなって思いました。まあ、その他にはね、このサイズ感だよね。このサイズ感がさ、もともと大きいのに自分は XL で購入して結構ダブついた感じで着てます。このストリートっぽいオーバーサイズの感じかっこいいんだよね。でこの袖の溜まり具合どうかな。自分は結構好きなんだけど、この溜まっていて少し丸みを帯びてる感じ、ここが自分の中のお気に入りポイントですね。やった。でリブの感じね、袖のリブ、首のリブともになんだけど、そこまできつくなっておりません。袖は少しゆとり感がありますね。このリブに関してなんだけど、半袖を着ていた感じからすると、ね、5回くらい洗濯すると首がよれて、まあ、よれてくるっていうか、ごめんなさい、柔らかくなってきます。柔らかくなってくると、この詰まってる感じがなくなってきて、まあ、普通のロンティーっぽくなってくるんで、このロンティーはいろんな楽しみができるなと思っております。
続いてね、このロンティのいいところばっかり伝えちゃってるので、続いてね、ここがもう少しこうだったらよかったのにっていうデメリットのところを紹介させていただきます。デメリットとしては、まずは丈がちょっと長いよね。まあ、どうしてもオーバーサイズのものを購入したから仕方ないんだけど、この丈感がもう少し短かったらよかったなって思っております。アメリカサイズなのかなっていう感じですね。だから丈はね、自分の場合はタックインしてきちゃえばいいかなと思っております。まあね、タックインしてみるとこんな感じです。はい、タックインした感じいかがだったでしょうか。タックインするとさ、お腹周りのこのタプって生地が余る感じもすっきり見えるっていうところがいいよね。まあ、ストリート用の着こなしだったらダボってそのまま出して着ればいいんだけど、アメカジの着こなしの時にダボって着たくないなって自分は思うからインして、でその上からベストとか着てもかっこいいなって思っております。ベスト着てみるとこんな感じです。ちょっとオーバーサイズな感じにベストを合わせるっていうのもかっこいいよね。今年の秋はね、ロンティーにベストスタイルにデニムとかで合わせて履こうかななんて思っております。こんな感じで1枚で出かけて、まあ、サングラスしてとかっていう着こなしも楽しんでいけたらいいなと思っております。最後にね、ロンティーの一番の問題、Bチクが透けちゃうんじゃないか問題ね。どうしても男ってこのBチクをさ、透かせたくないじゃん。だからこのロンティーは透けちゃうのかどうかなのかなっていうところで、この T シャツはちょっと透けちゃうんじゃないかなって思います。 6.5 オンスで薄すぎず厚すぎずの素材なんだけど、正直なところ生地が柔らかいからちょっとビーチク透けちゃうんじゃないかなと思うので、インナーにねこういったタンクトップ着るのがおすすめです。同色のタンクトップ着るとそこまで透けづらいので、こんな感じで透けちゃうのをカバーしていただければいいなと思っております。はい、今回はこんな感じでロサンゼルスアパレルのロンティーを紹介させていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。自分はこのサイズ感すごい気に入りました。あとはね、自分はねこの生地感すごい好きなので、今年の秋冬は色違いを買っちゃうかもしれません。まあ、買うとしたらね、色展開結構あるんだけどネイビーブラックが欲しいなって思っております。まあ、サイズ違いとかをもし購入した際はまた動画を撮ろうと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。今回はこんな感じで終わりさせていきます。この動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。やった。